車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは今田店長です。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら。はい、ついに完成いたしました。はい、長かった。多分オーナーさんの次ぐらいに僕待ってました。そして見てくださってる方も、はい、もう待ってましたっていう方多いと思います。はい、ついにこちらの車を完成しましたので、はい、ご紹介させていただきたいと思います。はい、で結構かかりましたね。結構かかりましたね。もともとオートサロンで出展するっていう段取りで、はい、去年の、はい、9月の半ばぐらいにボンドボディに運びました。はい、半袖でした。確かにそうでしたね。はい、でその時にいろいろ打ち合わせして、はい、まあ、足をこうしようでエアロつけて、あとはいろいろ細かい部分も手を加えて、で最後タイヤホイールをつけてショーに出展させていただいたというわけで、はい、細かく見ていきたいんですけども、はいはい、僕のまず第一印象いいですか。はい、どうぞ。でかくなってる。でかい。かなりでかくなってます。でかくなってます。で今回はマンソリーのパーツを全て組み込んだ、はい、外装コンプリートという形のレンジローバー、はい、現行型の SV ということで、はい、これどこが変わってるんですかって言ったらほぼ全部。そうですね、もう見て分かる通り変わってます。はいはい、前回りから見ていきたいんですけど、はい、どこから行けばいいですか。下から行けばいいですか。一番下から行く。はい、はい、ここが、はい、マンソリーのカーボンのリップスポイラーがついてると。これすごい出てますね。すごい出てます。このぐらい飛び出てる感じ。はい、もともとなんかこうシューってね、はい、なくなってっちゃうデザインなんで、レンジローバー自体がなんでそこにこうガッて。いやもう造形がえげつない。えげつない。そう、でもすごいよくできてる、ね、そうですね。フィッティングもそうだし、デザインもめちゃくちゃ考えられてるっていう。そうそう、これがなんか派手だとかどうだとか、うん、もうそんなのは関係ないですよね。もう超えてます。これがマンソリー。そう、マンソリーの世界観を楽しむエアロパーツです。そうですな、もう派手だとかかっこいいとかかっこ悪いとか、はい、そういう次元の話じゃないですよね。はいはい、で細かく見ていくと、これ下の部分と、はい、一応別パーツに、はい、一応なってたよね。そうで横も別で、なおかつ今回ワイドボディということで、ワイドボディの先端もここの隙間に入ってるんです。そうです。でこの美しいカーボン目ですよ。はい、このエグい造形で全部揃ってます。揃ってる、全部中心に寄ってる。はい、そしてあとは上ちょっと見ていくと、ここそう、それがアドのオプションの。じゃあ今回全部盛りなんですね。全部です。付けれるものすべて付けました。はい、ダクト脇のこのアドオンのパーツとグリルと、はい、グリルと、グリルもこれすごくないですか。グリルすごいよね。カーボンの芸術っすよね。そうで今回ボンネットも変えてるから、このつながり感、確かに一体感がえぐいことに。そう、全部この中心によっていくデザインで、この細かいところも全部。これシルエットは変わってないんですよね。変わってないです、基本的な部分は。でここマンソリーのロゴが抜いてあって、はい、光るタイプ、はい、イルミネーション内蔵なんで、はい、ここは点灯すると、はい、こんなグリルになって。そして先ほどちょっと話も出ましたけど、フードもなんと変えてると。はい、変えてます。ボンネット変えてるレンジ、多分日本でこの車だけじゃないですか。いない。絶対そうですよね。そう、そうですね。はい、これがもうフル交換。そうです。はい、というわけで、はい、このダクトにはなってないんですけど、はい、このアクセントが、そう、軟骨に8個、はい、ついてます。これえぐいっすね。レンジローバーでやりますっていう、はい、ただもともとマンソリーってレンジローバーはすごく力を入れてるんですよね。そう、もともとレンジローバーとロールスロイスとベントレーがね、イギリス車に非常に、はい、もうそもそもなんかブランドの成り立ち的に、うん、そのイギリス車のコーチビルダーというか、はい、あれに感銘を受けてブランドを立ち上げてるみたいですね。要はこう車を全部作り直してすげえみたいな、はいはいはい、俺もやるぜみたいな感じで、はい、マンソリーってブランドが立ち上がってるらしいんで、そんな中でもレンジかなり力を入れてる車種ということで。そうブランドがあって、うん、マンソリースイスっていう別のブランドでというか名前で展開されてたの、うん、今は違うの。今多分一緒になってる、ね、先代は未だにマンソリースイスの名前ですよね。っていうぐらいやっぱり気合いの入ってる車なんで、はい、もうレンジもつるっとしたボディも関係ないですよね。はい、マンソリーの手にかかればこの8個のアクセントがついた、エッジの効いた、はい、カーボンフードになると、はい、というわけでもう前回りからまるで別のシルエットになってると。そうですね。だから今回の塗ったり貼ったりっていうのは、塗ったり貼ったりというかこうつけてるんで、基本的にここはそのまま行きました。
あ、なるほど。この SV だとここがなんかこうブラックメッキ調のピンのパーツになるんで、はいはい、あ、これ元々なんですね。そう、なのでここをなんか黒くしないんですか的な部分もあったんですけど、はい、今回はもうそのまませっかくの SV なんでそのまま行こうということでそのままにしてあります。そして前回りでご紹介させていただいたこのカーボンパーツ全てマットなんですね。そうです、はい、マットじゃないんです。でも正確にはあ、これマットじゃないんですか、全部グロスで今回仕上げてはいます、はい、ただその上に全てステルスのプロテクションフィルムを貼ってるんで今の見え方はマットになる。そうですよね。プロテクションを剥がすと全部グロスになってます。だから逆はできないんで、マットでくるんどいてグロスに採集するってプロテクションじゃできないじゃないですか。なるほど、なるほど。なんで一応今回、まあ、その制作の時にもお話をした通りここがボディカラーはマット系、はい、でこの下はぐるっとグロスブラック、はい、でピラーから上がまた全部グロスブラックだったんでグロスマットグロスになってますね。そう、はい、サンドイッチ、まあ、通常の考え方だとその元のグロスだったところにはグロスっていうのがね、はい、通常のなんかセオリー純正通りにエアロパーツをつけるとそうなる。そうだから今回の車だとそのセオリーに乗っとると下はグロス、じゃあバンパーにつくこれはみたいな、これはこれはこれはっていうのがあったんで全部とりあえずマンソリーの部品はグロスのカーボンで仕上げておいて、はい、最後マットに変えたと。なるほど、フィルムでマットにして、はい、で当然ボディもマットのフィルムが施工されてもちろん、ね、はい、全身というわけで質感も全部揃っててなおかつ傷が守れて、はい、っていうのがやってある、はい、これすごい複雑な形状なのに全部貼ってある、ね、全部貼ってある。だその辺が結構時間かかるボンドボディというわけでこんな感じになっていると、はい、そして早速横に回っていってもいいでしょうか、はい、どうぞ。ですね、でかく見えてる原因がこれです、はい、それです、はい、今回のキットがワイドボディキットということで、はい、これ全然違って見えますね、はい、なんかあのゲレンデのそのワイドになりましたっていうのもワイドに見えますけど、もともとこうつるんとした何もないところにこれを足した時のインパクト、はい、そうなんです。これやばいっすね。これがもうまあさっきも言ってた通りもうつるーんとしてプレスラインないですよみたいな車がもうジャキジャキみたいな、はい、というわけで前から後ろまでつながるこのオーバーフェンダーで前後はこのダクト形状になってるんですね。なってます。これ最近マンソリーこのスタイル多いですけれども、ね、しっかり強調されて、あとサイズ感とかボリュームが絶妙だと思うんですよ、うん、出しすぎてない、うんうん、引っ込みすぎてない、うんうん、はい、あとシルエットあんまりでかすぎてもね、そうですね、派手になりすぎてしまう。そしてその内側に収まるホイールがこちら、はい、こちらもマンソリーの単造ホイール、はい、これ24インチ24インチ FD15 4自動です、はい、全部グロスブラックの、はいはい、こちらで仕上げてある。仕上げてあります。他バリエーションでこう天面がポリッシュになってるやつとかもあったりしますけど、うん、はい、はい、真っ黒黒いかついですね。真っ黒黒 で、はい、でしかも他のボディとかはツヤ消しなのに、そう、足元はしっかりツヤありで、やっぱり、はい、まあ、一体化させるんじゃなくて、うん、はい、ホイールはホイールと別の部品ということで、なんかどうしてもそのラグジュアリー系な車なんで、あのボディはマットでホイールはやっぱグロスかなと、ちょっとキラッと光ってた方が綺麗だしいいかなと。そして24インチまあ普通に入っちゃうんですけど、なんかよりなんか普通に入ってる感がオーバーフェンダーつけると見えますよね、はい、そしてこれに組み合わせるタイヤがアドバン、はい、アドバンスポーツ F107、はい、あの横浜さんが24インチってこれ最近の話ですか？超最近です。ですよね、はい、この手の24インチってなんかちょっとマイナーメーカーかブレデシュタイン、はい、一択、そこに今回横浜さんからアドバンスポーツが追加されたということで、はい、これはつけない手がないと。確かに、うん、まあ、ヨーロッパでも結構もともと評価高いんですよね。高い、この辺ってブラバスが使ってたりとか、うん、はい、コンプリとか、そうですね、はい、なんでこの辺が今後あのいろんな車に、いや、もうこのサイズはもうめちゃめちゃ使うじゃない。確かにファントム8 24インチ、はい、ベンテイガ24インチ、ゲレンデ24インチ、カリナン24インチ、はい、ゲレンデはまあ2パターンね、はい、サイズアップした時の24インチレンジ、はい、まあ、レンジも2パターンあるんで285-35-24使うか、はい、今回の295-30-24使うか。なので今回295-30-24使ったんでロアリングで車高を落としてあります。ちょっと外径が小さくなっちゃうんでそのまま履いちゃうと隙間が
結構開いちゃう。なるほどなるほどなるほど。でこれタイヤのデザインもかっこいいですね。タイヤのデザインもむちゃくちゃかっこいいです。かっこいいですよね、はい、このタイヤの立ち具合、うん、寝すぎてないし、うん、なんかこのそう太すぎず細すぎず、リムガードもこう飛び出てる感じ。この辺のサイズで 10J10.5J に295っていうパターンが多いんで、あんまり太いとこうちょっとブテッボテッってなっちゃう。でももう全然ちょうどいいサイズで、あとは当然24インチなんでドレスアップとして測れるじゃないですか、うん、だからそこをなんかすごくハマってるというか、うんうんうん、パターンもかっこいいし、うん、サイドウォールも寝方もちょうどいい感じ、ね、すごくいいと思います。じゃあ今後かなり、まあ、もう今年はもう横浜さん推しなんでオートサロンでも話してもらってないですよもらってないですもらってないですけど、はい、今年はもう横浜タイヤ推しなんでというわけでこんな感じに足元になってると、はいはい、でマンスリーのフローティングのセンターキャップ、はい、あとキャリパーとかっていうのは塗りました、見えない見えないです、全く見えない見えないですね、思ってた以上に見えない、はい、けどちゃんと好きな、はい、この辺もマンスリーロゴになってます、はい、だと横に回っていくと横もすごいですね、横ももうここから、はい、変わってこれは交換ですよね、交換です、純正なのパネルを取ってそうです、マンスリーのパネルをオンしてる、はい、でこれもすごい形状すごい形状、こうフィンみたいになってて、なおかつここ唯一ここにね SV って入ってたんだけど、あ確かにそうですね、そう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 、なくなっちゃったんでちょっと SV らしさをちょっと前で出しておかないと、はい、もうマンスリーの前では SV もただのベースグレードということで そしてここにマンスリーのこのグレースと書いてある、はい、これも全部揃ってんですよ、だって揃ってます、カーボン目が、はい、こんな感じに完璧です。そしてあとはこのサイドスカート、はいはい、これもどうなってんですかっていう、これも部品点数めちゃくちゃ多いよね、確かに、だからこのオーバーフェンダーとこの部品は別パーツ、はい、だその先端も別パーツですもんね、だってオーバーフェンダーとオーバーフェンダーの先端とサイドスカート、そうそうそうなの、そうなの、もうこれどこみたいな、パズルみたいな、でサイドスカートがそのままつながってて、これちゃんと切りかけが入ってるのはこう開けた時に干渉しないようにということですね、はい、というわけで非常にこのアグレッシブなデザインのサイドスカートだって、はいはい、これなんか今後塗り分けとかもいけそうな、なんかそうね、このなんかこうよくこうやるのはこの出っ張りの部分だけとかね、はい、このラインの部分だけカーボン残したあとボディ同色とか、はい、こんなのもいけそうな感じの、うん、いろいろやりようはあるんじゃないかなと。マンスリーあのコンプリートでもバリエーションすごいですもんね、多いね、いろんなの出しますよね、色だったり、はい、というわけでこんな感じで、先端にはこのマンスリーエンブレムもしっかりついて、はい、つきます。そしてあとは言っていただけると分かるんですけども、はい、なんと、はい、クリアガラス、はい、クリアガラス、これ日本設定ないんですよ、ね、ないですね、これじゃあ海外仕様の設定あるやつから、はい、部品を調べ て、はい、ガラスをすべて交換いたしました。なるほど、はい、まあ、この辺はオートサロンの動画で軽く触れましたけれども、はい、全交換、全交換で、まだここはパワーウィンドウなんで、まあ、分かるんですけど、こいつはめ殺してないんです、はい、それガラス屋さん呼んで、はい、同時交換ということ で、ただこれをやってるやってないで全然違うよ、違いますよね、全然違う。でしかも今回内装めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、そうそう、な前とね後ろがあの同じような基調なんですけど濃さが違うっていう色なんで、で今さん言ってましたけど、あのブラインドついてるんで、はい、まあ、最悪別にブラインド使えば、そうです、はい、使い勝手悪くなっちゃうこともないし、はい、もうスタイリング優先するんであれば、はい、ぜひおすすめしたいパーツ、ぜひやっていただきたい、これもしっかりやってある、はい、そして後ろも、はいはい、同様にこの大型のオーバーフェンダーと24インチ、はいはい、で後ろのキャリパーももしかして、お塗ってある、塗ってまあ当然ですよね、はい、この手の車はまあ好きなくやらないと意味がないですよね、そうそうそう、というわけでこんな感じで、デズラもチューナーサイズなんで、はい、本当にわずかに引っ込んでる感じ、あとは車高上げ下げが、そう、それで結構変わってしまうんで、その車高の位置で難しいところなんですけど、うんうんうん、今回そのマンソリーに関して言うと、もう指定のサイズのスペーサーを入れてくださいという感じなんで、オーバーフェンダーつけなくてもこのホイール履けるようになってるんで、なるほどなるほど、それはもうちょっとやりようがない感じかなと思います、うん、まあ、ドイツチューナーの定番のスタイルですよね、うんうん、こんな感じに仕上がっています、はい、さあ後ろに回ってきました、はい、ここのこれってアクセントもともと何もないんですか、そう、もともとただのなんか蓋みたいな、シルバー、マットシルバーの、はい、そうモールみたいな、そこにこの、はい、オンしてあるんですよね、そうです、カーボンのこのマンソリーのやつが、はい、このちっちゃいのも全部貼ってあるんですね、全部貼ってあります、マットが、はい、はい、もちろんです、ステルスフィルムが貼ってあって、はい、マットになってここがアクセントになって、そしてですねちょっと引いてもらえると分かるんですけど、
ルーフだったり窓枠なんかも今回そうここもねこういう部分もステルスがあって、A ピラーもですよね、はい、全部グロスだったのをマットに貼ってあります。初回の動画と見比べていただけると、うん、もう全然ベースのところが変わってるのが、まあ、ガラスだったりルーフだったり、はい、お分かりいただけるかと思います、はい、そして後ろに回っていくと後ろが一番えぐいかもしれない。後ろそうそうこれそうなんですよここ全部マンソリーこれなんて言えばいいんですか、 もはやなんかリアスポイラーリアスカートわかんないですけどね、はい、だここが純正なんだよね。そうですよね、ここは純正でこの跳ね上がる ここまでは純正ってことですよね。そうですそうです。そこになかったところに足して全部足してるとでサイドにかぶさってるっていうなんか純正のラインはそのまま延長させてリップ作ったりとか、うんうんうん、あのリアディフューザー作ったりってあるあるじゃないですか、はいはいはい、もう全くないところにないゼロから新しいものを取り付けると。そうです。でこの迫力を出す、はい、これえぐいっすね。これすごいよね。でもやっぱり動画だったり写真だったりで見てるのと、はい、実物見ると全然違うよね。雰囲気があるんですよね。そうなんかこう写真とか動画だと、はい、なんか派手だなみたいな、はい、でも実際見るとああなんかこう合ってるみたいな、うん、けど街で見るとエグいっすよ何あれって絶対振り返る。まあまあまあもちろんそれがマンソリーですよ、うん、そしてマフラーのもともと出てないんですよね。出てないです。そこにマフラーがこう出てるんですけど、はい、蓋のみというかね、はい、これに関しては完全ダミーなんですよね。完全ダミーです。蓋してあります、はい、だから奥側はもう何もない、はいはい、ドン付きになってると。もうここは本当に単純にデザインですよね。もう本当に、うん、ないところがここ出してきてもしょうがないし、うんうん、はい、というわけでもう完全に割り切ったこちらの仕様になって、はい、そしてリアもうレーシングカーみたいなディフューザー形状、はいはい、これをレンジにぶち込むのは、うん、もうマンソリーしかできないなっていう。さすがです、はい、こちらの後でリアもこの造形えぐいのに全部カーボン目が揃ってる、はい、で当然ドライカーボン製なんで、はい、まあ、軽量で強度もある、うんうん、ウェットのカーボンみたいにうねうねうねってい こう表面の感じもないし、ない、塗っちゃったら本当に塗装面金属面と変わらないぐらいの、うん、はい、そんな表面になっている、はい、そして少し上に上がってくると、はい、他は触ってないんですよね、この辺も。ここも、はい、ここも触ってないです。ここも結局その SV っぽさを、はい、出すのに。そしてこのトランクスポイラーがマンソリー、はい、マンソリーのものが、はい、これがなんか随分落ち着いて見えるぐらいですね。そうね、はい、すごくなんかこう、はい、かこれだけつけるのいいかもしれない。これだけつけてもいい感じ、はい、そしてあとは上にも、はい、これどうなってるんですか。純正にかぶさってますね。あ、2階建てにそう、はい、なってます、はい、1階建てだった思いが、はい、2階建て匠の手に作って、はい、2階建てに、はい、劇的ビフォーアフター の、はい、あの BGM が今流れました、ね、はい、というわけでこれもだって外にも出てるし高くもなってるし、うん、造形もこんなになっちゃってる、うん、これだからなんかルーフのアンテナ2個とバランスが取れる気がする。確かにあれが結構純正のまんまだと出っ張ってるのが強調されてる感じがするもんね、はい、というわけでこんな感じのルーフスポイラーもついております、はい、続いて、はい、インテリアも少し手が加えられているということで、はい、まあ、ここまでやったらインテリアも少し触りたいですよね。そうね、はい、というわけでいいでしょう、はい、ご覧ください。もう定番って言っていいですかのスカーフプレート。そうね、もうどこのメーカーも、まあ、ブラバスもチューナー系は大体どこのブランドも出してるんで。これもカーボンの、はい、イルミエントランス、はい、イルミ付きのエントランスになってると、はい、これグロスなんですね。ですね、はいはい、じゃあこれ内装と外装で分けて仕上げてあると、はい、でこれえぐい金額のやつじゃないですか。そうですよね。そうです、あのびっくり金額の、はいはい、エントランス。もうカーボンっていう時点でちょっともう、はい、びっくりな感じです。でこれ運転席だけ今撮ってもらってますけど、はい、当然ドア4枚、はい、全部やったと、はい、そしてその奥のマット、はい、これもマンソリーの。マンソリーので、通常そのマンソリーでグレーができないということを言われまして、はい、現物のマットをドイツに送りまして、はい、あ、じゃあモコモコのとか純正なんですか。マット自体は基本的に純正のまま使って、はい、縁取りとロゴを入れたと、はいはい。これ縁もともと何色でしたっけ。縁もそのまま一色、グレー一色だ。あ、そういうことなんですか。そう、じゃあ縁を白に変えてそうマンソリーロゴを入れて、はい、だからもうフィッティングも完璧だし、そう、純正なんで、はい、あの取り付けのパシッてやつも使えるし純正なんで、はい、はい、でマンソリーになってる。なってる。これいいっすね。そう、なんかこういうなんか仕組みでできるよって言われて、はい、
あ、じゃあそっちの方が間違いないしっていうことで、まあ、色が微妙にこうフロアカーペットもグレーなんで、うん、微妙にずれても嫌だなと思ってて、そしたらそういう提案があったんで、あ、じゃあそれでっていうことで、すげえですね、マンスリー、うん、そう、当然あの送るんで時間もかかるし、それな、でもそんなにそん、まあ、ボンドボディの方が遅かったかなそれ言わない約束ですというわけでマットもこんな感じになってる、はい、はい、そしてその奥のペダルも、ペダルもマンスリーが変わってます、はい、しかも全部ですね、はい、で結構右ハンドルなんかだとフットレストは使えないですよ、形が違うからいけないですよなんての多いですけど、今回全部いけました、はいはい、というわけでフルセットでマンスリーのペダルになってると、はい、内外装こんな感じで仕上がっております、はい、じゃあ最後にありますけども、はい、今回あの改めてマンスリーのこの懐の深さというか、はい、世界観というかを痛感いたしました。でもう言ったらもう世界中の重症患者に向けてもう 全力で応えてくれるメーカーじゃないですか、はい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 、なかなかだってこのレンチローバーをいじろう、しかもこんなド派手に独自の世界観、そうね、そうね、でしかもそれが世界中からオーダー殺到してるのがすごいですよね、うんうん、あの去年行かせていただきましたけど、はい、めちゃくちゃ忙しそうでしたもん、でしかも SNS とか最近見ました、とんでもないか、ああいうのももう絶え間なくこう発信し続けるじゃないですか、はいはいはい、だからもう本当にあの純正、うん、まあ、他の人と同じじゃ満足できない方にはもう全力で応えてくれるし、うん、そうそうそうね、すごくこうメーカーとして進んでる感があるかな、で、まあ、もちろんそのメーカーオリジナルの部分もそうですけど、うん、例えば先ほど見ていただいたマットみたいに細かい要望にも応えてくれるし、うん、まあ、あと大阪店で以前ご紹介させていただきましたけど、あのクッションなんかオリジナルで作ってくれたりとか、すごくメーカーなの大きいちゃんとしたメーカーなのに、うん、ユーザー一人一人こう寄り添ってくれる、うんうんうん、しっかりこうフォローもしてくれるブランドなんですよね、はい、でもう一個今回思ったのは、はい、あの小技というか、うん、細かいカスタマイズのこの重要性、はいはい、例えば全部マットで仕上げるとか、うんうん、ガラスをやるとか、あ、はい、それの重要性も痛感いたしましょう今回。だそれだけやるのもいいですよ、もしそれの積み重ねなんだよね結局。そうですね、そうですね、うん、だ本当にトータルでやった時にそういうのがあるのとないの で、 そうで す、 そうです、全然違って見えるなっていう、だ本当に小技だけをこう積み上げていっちゃう、うんとまた違う、うん、そう、また違う、はい、また違う、きっちり大枠のところやった上で、はい、細かいところも好きなくやるっていう大事さを、はい、そうです、今回あの身に染みて、はい、芸者見て、はい、見させていただきましたんで、まあ、他にもいろいろできますよね。できます、全然。でマンソリー車種もどんどん増えていってますから、うん、今まで見たことないような車種だったりだとか、はいはい、まあ、あとはこの車でもいろんなバリエーションで、そう、この車でもね、ボンネットがノーマルだったらまたイメージ違うし、まあ、全部カーボン出さずに塗り分けしたらまたイメージ違うし、まあ、黒でやっても白でやってもまたイメージ違うしっていうんで、まあ、いろんなものが見たくなるね、こんだけの可能性があると。じゃあご相談いただければ何でも提案できますよね、はい、ぜひ。というわけでじゃあマンスリーのカスタマイズはボンド名古屋飯村店長にご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。